僕はですね、はい、おとんとものすごい顔が似てるんですよ。でもちっちゃい時から全く同じ顔で、本当に父親の知り合いの店でカランコロンカランって入ったらもう爆笑になるぐらい。で、僕住之江っていうところに住んでるんですけども、ナンバー歩いてたら知らんおっさんに、あ、小籔さんとこの子やろって言われるぐらい顔が一緒なんですよ。で、妹がおって、妹もまた全く同じ顔してるんですよ。3人同じ顔でずっと育ってきたんですけども、そんな慣れっこやったんですけど、まあ思春期になってきたら、やっぱり妹はちょっと嫌がるわけですね。で、似てる中でもやっぱりこう似てる時期と似てない時期がちょっと微妙にあって、そんなもんかね。僕は高3で、妹が高1の時一番似てたんですよ。その3つが本当に重なって、ほんまに重なって思ったんや。あったんですね。その時に、おかんのおじいちゃんがまあ亡くなって、で、お葬式に行かなあかんと。で、おかんも先に行ってるんですけど、車はおかんが乗っていってるから僕ら電車で行ったんですよね。ほんだら、おとんは喪服、妹はセーラー服、僕は学生服でパーティー乗ったら帰りしちゃったからちょっと混んでたんですよ。ほんだら、まあ家族で行ってるけどもちょっとバラバラにこう立つじゃないですか。ほんでこうおったら、まあ、天ガチャイという駅に着いたらみんなバッと降りたからおとん釣り革持ったんですけど、その横に妹がパッと行ったんですね。ほんだら行きよったな。でも隣まだこの釣り革空いてないから僕はまだちょっと離れてたんですよ。で、新宮というとこ次着いたらバッと降りたから、あ、まあ家族やし横行こうか思ってパッて行ったら前におった女子大生がこないして笑ってるんですよ。こうやってこないしてるんですよ、ずっと。でも僕はもう似てる人生、もうかなり18年あったので、ああまあそういうことかと、またかと、まあそれは笑うわと言うたら、喪服着て面白い顔の隣にセーラー服着た同じ顔来たんですよね。多分笑ってる、いやのにまた僕が来たわけですから、77で7です。でもさ、もうしゃあないと、ほんで妹はずっと下向いて、で難波の駅着いて降りた瞬間涙ボロボロってなって、私この顔嫌やー言うたんですよ。でこれもう笑ったんですね。高一として笑ったんや、はい、もう高一の思春期の女が、私この顔嫌や、7番線のホームで大絶叫ですよ。ボーカン笑って、ほんおとんはやっぱり父親ですから、お前な、その顔嫌やとか言うな、顔というのはそんな嫌や言うたって変えられへんねん、それで泣いとんねん言うて、慰める方法間違えてない。涙のわけ、泣いてる子と慰めてる人と笑ってる人全く同じ顔。生きてみたら面白いでしょうね。小籔家の呪いって昔、はい、タイに行ったんですよ、はい、仕事で、はい、でその時にもうだいぶ前ですけど、仕事終わりで、そういうタイといえば、はい、そういうところがあるから、はい、そういうお店行きましょうって誘われて、はい、いや僕本当にそんなあんまり好きじゃないんですよ、はいですね、行ったらなんかひな壇みたいなところに女性が、はい、番号つけた女性がこうやって立ってるんですよ、はい、でその中から自分が選ぶんですよ、はい、でまあまあ俺はほんまにそんなの好きじゃないんですけど、はい一人選んで、はい、ほんだら汚いののタイのね、はい、ラブホテルみたいなところに行くんですよ、はい、そのこと、はいはい、ほいでもうやる気全然ないのよ、はい、もう何や言ったらため息ついてて、はい、でも俺もやる気ないし、はい、でもまあまあスタッフも一緒に楽しもうって来てるから、はい、もう分かったとりあえず、はい、もうそのサービスせえいうことで、はい、ほんならそこで優先がかかりだすって、かかりだしたというかずっとかかってて、もうそれ止めろ言うても止めへんのよ。ほんで、もう俺ももうそのサービスを受けながらも、正直あんまりもう興奮してないんで、もうなんか7分ぐらいの感じなんですよ。でも絶対なんとかもう早終わらしたいから、もう頑張ろう頑張ろうって自分の中でやらしいこといっぱい考えて、なんとか終わらそうとしたんですよ。で、まあなんとかいけるかと思った時に、その優先から、多分タイのね、光源氏みたいなアイドルの歌なんでしょうけど、もういけるぞーと思ったら、そのサビを本腰でその女歌い出しやがって。うんにゃーなって。これ僕が小学校の時の話なんですけど、僕の友達に、うん、遠望いう女がおったんですね、遠望、うん、もうそれでっかい女やったんですよ、もう170超えてるぐらいの女が、僕が小学校4年ぐらいの時に、宮川と、ちょっと私2階から飛び降りるようになったと、飛び降りられると、実は見といてくれへんかと、それを、ね、なんで俺やねん、せやな、じゃあ遠望を見せて、いいとこはと。この塩分上がっていきよったんですよ、はい、でもここに見とったんですよね、うん、2階を、ほんなら塩分が、うん、宮川行くでー言って、はい、ほんで
ブワッ飛び降りよったんですよ、はい、こ高さね、はい、2階から、はい、ほんならこうついた瞬間に、うん、膝で顎をペコン落ちよったんですよ、うん、ペグーンって言うたんですよ、なんやこれ大丈夫円盤言うて、でパッて見たら血ドゥワッ流して、で舌バーッ見せたら舌が噛んでたんですよ、うん、ほんで、うん、大丈夫って言ったら、うん、宮が失敗失敗したんですまあ失敗あるわな、失敗あるわな、失敗あるわな、口の中にすぐ治るけどこれあんま治らないのちゃうかなと深いねで家帰っていったという話な、子供ってそんな見てほしいねんな、どっちことない、何を見てほしいんか分からんけど見てほしいねんな、見てほしいんでしょうね。あのですね、我々その吉本興業ね、まあ、いろんな芸人さんいますけども、僕はね過去こんなにそのピュアな芸人を見たことがないというかね、サバンナの八木君っていう子がいるんですけど、本当にもうピュアで、まあ、あのいろいろ天然とかいう芸人さんいますけども、僕はもう自然やった山とか川風ヤギ自然界のものなんです、自然ピュアすぎるんですよ、まあ、京都の田舎で育ってで、18歳で初めて大阪に出てきて芸人になった時に、僕とですねあの剣道小林と、はい、でその18区の八木君と3人で大阪の、南という町をこう歩いてたんですよ、ほんなら八木君その路上で生活しておられる方を生まれて初めて見たんですよ、でまあいろんなとこ寝てはるじゃないですか、はいはいはい、ってなってピュアやからね、このいや何してるんですかって僕と小林に聞くんで、俺と小林がここはちょっと行っちゃということで、いや死んではんねんと、はい、ってなって、はい、そんなことも忘れてたんですよ、はい、ほんで当時ありました劇場2丁目劇場の楽屋で俺と小林がこう喋ってたら、ドーン入ってきて、ヤギが嘘つかないでくださいよー言って、何のことか分からへんから、ええー、言ったら、その発言を信じて、僕ずっとあれ以来そういう人見かけたら拝んでたんですよほんで何を拝んだねーって言ってそれは怒られるわね、怒られると、縁起でもないとそりゃそうですよ、こんなねピュアなヤギ君が、ボンボンやねんな、そうなんですよ、ボンボンなんですよ、すごいらしい、でもいい子いい子って育てられたんで、そういうすごい、まあ、ピュアで、ちょっと前ですけど夕方にね、あの金八先生の再放送やってたんですよ、それをみんなこう芸人で見てたんですよ、ね、ほんなんもなんか知らんけど、もうヤギがうーん言うてるんですよ、鼻息がもう尋常じゃない荒さなんですよ、ほんそのドラマでやってた内容がその金八先生のあの息子さんが白血病かなんかで輸血せなあかんと、でもその息子さんの血液型が RH マイナスで、ああ、はい、血がないと言うてるシーンやったんですよ、ほんで焼きが言い出して、僕ね RH マイナスなんですよやばいぞやばいぞ思ったら、まだ間に合いますかねあほかほい芸人全員がヤギなるよ、何言ったの って言うたら、ヤギが、うん、あそうか先生再放送やー言って、ドラマやドラマやすごいな、キワーやなー、真面目やな、真面目っすよ、電波少年っていう、もうむちゃくちゃな企画よくやらされてたんですけれども、その中の企画の中で、あのストップザエイズキャンペーンって言って、世界のゲイバーに行ってあのコンドームを配ろうっていう企画を僕やらされたんですけれども、あの世界のゲイバーって1回であのコンドームとか配って、相手を見つけて2階に行ってイチャイチャするような感じなんですよ。で僕は1回でコンドーム配ってイチャイチャしながら「Your type! Your type!」とかなんとか言いながら配ってて、何人かと上行ったんですけど、上に行ったらもう結構もうムキムキのマッチョマンとかいたんだけれども、それに羽交い締めにされて、こうやってもう服も剥がされて、もういたずらされそうになってるから、もうシャレになんないと思って、もう本当もう助けて助けて、ノンストップノンストップ、もう本当助けてノンストップって言ってたんだけど、後で VTR 確認したら、ノンストップってやめないでって、それやめないなと思って、俺だからず
ずっとやられながらやめなさいやめなさいもっともっとって言ってたからそれはマッチョな外人もっとそれは興奮するなと思って超エロいやつ来たね大失敗でしたね本当にまさにこのビリヤード台だったんですよビリヤード台じゃないですかビリヤード台で全裸にされてここでノンストップノンストップもうあのオーストラリアのビリヤード台の店の天井の景色だけ忘れないすげえ話やな、すごいこれはすごいな面白い車屋のおっさんの話なんですけど考えられない車屋のおっさんなんですよあの、ま、見に行ってなかなか欲しい色がなかったんですよ黄色が欲しかったんですけどもう紺か赤しかないからもうしょうがないからもう混んでいいかと思って買いに行ったらたまたま黄色があったからこれどうしたんですかネットで調べてもそれまで出てなかったんでいや昨日入りましたとうわほんなもうこれ絶対運命やわー言ってもうすぐ申し込み金払ってで担当菊池ですと、うん、今後ともよろしくお願いしますと、うん、32、3ぐらいですかね結婚指輪はめた、うん、まあちょっとシュッとした外車のディーラーの子ですから、うん、爽やかな感じの、うん、まあようやってくれそうな子なんですよでまあこう、うん、申し込みしてであとまあ書類が何やかんやかしてもでその途中で手違いがものすごいんですよその最初まあ菊池さんにだん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 もう腹立ってくるような例えばそのナンバープレートをこれにしてくれ言うたらもう全然違う数字で車検証上がってきたりとかお金振り込んだのにいつですかっていう電話かかってきたりとか何考えとんねんっていうことがものすごい続いてなんやかんやあるんですけどやっとまあまあ納車の日もうせっかくのその求めてた色もあったからもうできるだけ怒らんとこうということでまあ納車今日終わったらもう何もないわと思ったら1時に来る言っても12時40分ぐらいから表でこうゴルフのスイングしたりとかしてもう楽しみやからね楽しみでその菊池ともう一人若いやつとで2台で行きますとそこの交番のとこ鋭角に曲がって最初のカーブミラーを右曲がりまんねんで言うてるんですけど最初かかってきた時そこまず通り過ぎてるんですよいやだからそこも一方通行やからバックできへんからもう一回もう山手通り回っていかなあかんもうまあしばらくまた家ちょっとだけ入ってなんか水飲んでよねまた出て待ってたんです坂の上の方のその最初言うたカーブミラーのとこをこっちに降りてこなあかんもう 200m ぐらい向こうなんですよまた行きよるんですよまた一周やって電話して今のとこ見てましたと今のとこやもう黄色いのがそんな形で車見たないしねなんでここ来るはずのやつが何回も見といてほんでまず2回目でやっと来て乗ってた方がもう一人新入社員の方やったみたいなそれで菊池は、うん、その会社の乗って2人で乗って帰る今の別の方を家の前止めてほんでこのガレージに止めてくださいとでこうバックでこういるよバックもそれが下手でもそんな狭い駐車場ちゃうんですよこう斜めに入って前へ出て今度ちょっとこっちになってまた戻して、うん、もう次やりますわって言おう思った時にやっとスーッと入ったか思ったら家の前洗濯機置いてたんですよ最後の最後にそこにゴチーン当たりをこうもうそれでもボチーン来て今までのこともあるからもう降りろお前樋口来いナンバーは間違う振り込みはまだかい電話あるカーブミラー何回も行き過ぎる全部言った最後の最後に洗濯機に当てるってどういうことやお前考えられんぞ申し訳ございませんいやもう許せんこの件はもう絶対水に流すわけにいかんお前今から会社帰って上司と連名で直筆で菊池と上司の名前なんか知らないけどなんとか部長かなんかの名前書いて反抗して詫び状をすぐ持ってこいまだ家におるから行け分かりましたって行きよったんですけど10分ぐらいしたらピンポーン来るんですよそんな早いこと戻ってこれるはずないのでその若いやつは返して菊池だけがドアの前に立っとるんですよ何やねんこの度の数々の不祥事木村様にはもうお詫びのしようがございません、うん、
私いろいろあれから本社に戻りまして、うん、言われた通り書類を作成しようかとも考えましたが、うん、ここは責任を取らせていただくべく、うん、会社を辞める決意をいたしました。待てと、お前がやめようと思ってたのかもしれんやん。それは知らん。なんかこれをきっかけにお前都合のようにお前、うん、国会議員みたいにお前首でお前責任取るとかお前簡単なこと手段を取るなお前。ははん分かった木口。上司に言うのが嫌やってんな。はい。そうか。情けないぞ木口。したないからもうそこでやめさせたくない。分かる。上司とお前じゃあ普段からそういう責任を取ってもらえるような間柄を気づいてなかったやなと。それはでもお前に責任があるぞ。どないやねん。しかもどないやねん。菊池お前の上司もそれは情けない。俺がお前の上司ならお前のミス一緒に謝りに行ったるぞと。そういう間柄を気づかれへんかった上司にもお前にも問題がある、うん、分かった。もう上司の直筆のサインはいらん。お前だけのもんでええから持ってこい。そして辞めるというのはもう聞かへんかったことにする。やめさせよ。家族もおんやろと。お前男なら木村さん怒らせてしもったと。もう俺の商売分かってるよ。これもテレビで言う、うん、それはもう覚悟せ。実名も出す、うん、それはええな、うん、はい。でお前がもし男として仕事のけじめ取りたいなら俺がその車をもうええわもう乗り換えるわっていう日まで勤め上げて。それからやめるならやめて。玄関で長いこと喋る。不動産屋にお前が再就職するならば名刺の一つも持ってきたら、あ俺が将来家買うときはじゃあ菊池から孝太郎かいと。どんなだけ。人間になれ。なるほど。なんすか。で菊池玄関先で涙ブルブル。なんやこれ。かかっちゃった。こんなにミスした私にそんな言葉をかけてくださるなんて。涙する。ありがたい言ってもう分かった行け言ってこれからは男の付き合いや言って。渋い。また30分後来てピンポン押して、これあの木村様の恩情に感謝しまして詐称ですがこちらお納めください言って、うちの会社の車はフランス製ですのでフランス産のワインでございます。酒持ってきてどうすんねん。車にまた中に飲んねん。そういうとこやぞ。なんでそうなったかは僕もわからないです。なんでそんな説教。じゃあ僕、まあ、最近の話なんですけども、僕はあのおかげさまで結婚させてもらって、あの半年以上経ちまして、ただまあ2人のルールがですね、まあまあおならをやめようと、ね、親しきなんか、はいはい、まあ、それはマナーだと。で僕は昔からもう彼女の前で僕おならはしなかったんですよ。やっぱそれはもうマナーだと思って、おならはほんお互いやめようっていう話をして、まあ分かったって本当に僕おならしてなかったんです。で、まあ、僕もあの東京大阪移動で結構腰とか新幹線乗ってるんで痛くなってんで、あの異性体の先生を教えてもらったんですね。でもすごいあの一軒家でやってるんですけども、そこに行ってベッド横たわってその先生が整体してくれるんですよ。でももう首をもうボキボキで、僕はボキボキ嫌いなんですけども、まあ、ボキボキってやっても腕もボキボキになるんですよ。で最後にあの足を固定して、で足をガー固定して首にタオルを巻いて、先生が思いっきりねガー引くんですよ。ほんならもう腰から背骨からボキボキってなるんですけど、まず僕そのショックでバーってへが出たんですよ。ね、まあ、まあ、先生と二人きりやったから、まあ、先生も どうしたのってなって大丈夫か、尋常ないぐらいのブワー
って出て、もう僕も恥ずかしくて、うん、とっさの兵がこんだけ恥ずかしいなと思って、うん、でもその先生がじゃあ今度奥さんと来てくださいよってなったんで家に帰って、うん、あのまあ、もちろんおならのことは言わずにね、うん、それ言わずに今日すごい整体の先生がいてると、うん、だから一緒に行こうってなって2週間ぐらいに一緒に行ったんですよ、うん、でそこが先生一人なんで、うん、順番どうしましょうってなって、うん、でまずじゃあ僕から行きますって、うん、で僕はベッド横であって、うん、奥さんは横で本を読んで待ってるんですよね、うん、でまた案の定首をポキポキされて、うん、腕もポキポキになって、うん、最後また固定されて、うん、足固定されてまた首にタオル巻かれて、うん、はい、ガーン引いたらまた今度ブー発進でブーポキポキブーってなったんですよおなら発進やったんですよ、うん、奥さん何ってなって何の音ってなったんですよブーポキポキブーポキポキバーって言ってるから何の音ってなったんですけど、先生はノーリアクションなんですよ、うん、僕はもう前回もうやってるから、こいつはもう首引っ張って変えてるもんやってなことだから分かってる先生全然ノーリアクションなんですよね。ほんな奥さんもあれ今何やったみたいな、うん、おならやったら先生もっと笑ってるはずやのに何の音やったんやみたいな事なきを得たんですよ、でバレてないわと思って、で次奥さんの番ですよ、ね、奥さんまた首ボキボキってなってて、でまたキャーキャー言ってるんですよね。ほんであの腕もボキボキやって最後奥さんがこう足をねくくられて首にタオル巻かれてます。僕初めてこれ、うん、とうとう来たかと。ああなるほど。藤原紀香のおなら聞きたくなかったような聞きたかったような。まあでもこれゴムやなと。ゴムゴムやなと。僕は本読んでたんですけどもう耳を澄ましてガーッ聞いてたんですよ。ほんで先生がタオルで首パーン引っ張ったら、バーンってまだ僕おならしてたんですよ。あもうその反応してます。反応してますよ。もうパブロの犬みたいな。引っ張られるイコールでも何よーってなって初めて僕女の聞かれてもうどえらい説教されてもう整体行ったらあかん言って、まあ説教されてもな、まあまあまあね、ルールをもう破ってしまったんで、そういう生理現象これは古木さんっていう人の話なんですけど、これはもう全然僕は知らない人なんですけど、はい、空港に朝仕事で待ち合わせで行って、うん、ちょっと大きい方がしたなったんで、うん、便所入ったんですよ、うん、ほんなら朝の空港って男の方の個室も結構並んでるんですね、はいはい、で2人並んでたんですけど、うん、トップの人よりあからさまに2番手の人の方が限界近そうなんですよ。なるほどもうなんですよ、ね、でもう新聞にかぶってこうやって回してあるんですよ。なんで回してんやろみたいな、こうなって、うん、で鏡とかで目のここをずっと見てたりする絶対興味ないやんと、こうなって、でエアータルもハーンってちょっと反応したりとか、もう何しか動いてはるんですよ、散らしたいですよ、もうなんかもう散らしたいみたいな、ほんでまあまあ僕はその後ろに並びました、うん、ほんでまあとりあえず3つある中の真ん中が出てきた、はい、でまあトップがわーっと行きはって、うん、ほんでもう次2番手の、その古木さんってまあ名前は後で分かったんですけど、うん、その人が繰り上げ1位になったんですよ、うん、で僕は2位になったんですけどもう限界なんでしょうね、もうなんかもうだんだんこうちょっとリズムみたいなとこ出してほんでもうなんかじゃないけど石鹸こなしたりとかものすごいことなってるやんと、ね、全然関係ないやんと、まだ余裕があったからね、うわむちゃくちゃやん思って、うん、ほんなら一番奥空いたんですよ、うん、あこの人行けはるやんと思った時に、うん、後ろからスタサササって音が聞こえて、うん、サって行って7番と奥にボバンって入り寄ったんですよ。やばい。その瞬間うんって見て、うん、もうなんか人間型ロボみたいな感じで、うん、ゆっくりこうその奥まで歩いて行けはるんですよね、うん、で奥まで行ってダダンダダン並んでたんだよ、あんたは途中でしょみたいなわけのわからんこと言うたんですよ。ああと、ほんだらいきなりね一番手前がいたんですよ、うん、ね、僕もまあそんな人に譲れるほどのコンディションでもなかったまあ俺は入っとけよ思って、では入ってしまったんですよ、はい、バタンってしたらそっちのまただんだんこの人間型ロボがスタッ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 って来て、僕のとこドンドンってやって、うん、怒鳴られたらまだいいんですけど、ものすごい冷静に、うん、僕の次でしたよねみたいなこと。これは怖い。2周ぐらい回ってるわ思って。思って。こう思って、もうこれどころやないからもう僕も。ほんなら違うおっさんが入ってきたんでしょうね。の声で、古木さん何してんのっていう声が聞こえたんですよ。飛行機もう出るよ。言ったら古木さんが、俺ももう出る。って言ってうまいこと言うな。古木さん大丈夫だったんですか。古木さんはそのまま行きはったみたいです。どこでやったかわからない。古木さん結局してないの。古木さんはその場でしてないです。もう飛行機の時間ですから机上の人だ。
人になってしまいまして、タイにロケに行ったんですよ、はい、でそのタイの奥地の方で、うん、そのものすごい偉いお坊さんがいると。タイはいっぱいあのお寺とかいっぱいあるんですよ、ね、それのもう全部の最高峰ぐらいの神まとめみたいな神の域ぐらいのお坊さんに会いに行くっていうロケなんですよ。でまあ遠く、まあ、時間かけて随分遠くまで行って、でそのお坊さんはそのまあ民衆たちがそのお坊さんの落ちた髪の毛とかも拾って持って帰るんですね。それぐらいありがたい、それぐらいありがたくて、でも全部耳くそも目くそも全部持って帰るんです。で我々はそのションベンをもらいに行く仕事なんですよ、はい、お坊さんの、はい、そんなありがたいションベンもらいに行こうって言って、はい、でまあ偉いからなかなか会えないんですよね。でやっと近くまで行ったら、ごめんなさい今ちょっと食事中なんで、もうちょっと待ってもらえますかって、あ食事してんだと、そんな神のようなね偉いお坊さんはもうそら精進料理っていうかおじいちゃんですからすごいの食ってんだろうなと、ちょっと覗いてみようって思って、ちょっと興味あるね、待ち時間に裏回ってこうって見たんですよ。そしたら立て膝で思いっきりマクドナルドのハンバーガーバックシェイクとハンバーガーポテト食ってファーッつって、いやいいバランスですね。最近なんですけど、これ本当に信じてもらえないかもしれないんですけど、もう男同士でサウナでも行こうか言うて、もう男5人ぐらいでサウナ、まあまあ某サウナ行ったんですよ。汚いサウナなんですよ、ほんと汚いサウナで、もう正直お前も行くなよそんなとこっていうような汚いサウナなんです、うん、でこう女風呂というか、まあ、男と別れてて、でそのお休みどころみたいなのちょっと飲めてちょっと軽い食べ物あるのが真ん中にあるような、まあ、汚いサウナですよ。でこんなヘルスセンターみたいな短パンとこんなん来て、ほで5人でこうやってわまあもうほろ酔い状態でこうやってたんですよ。ほならなんか後ろでカップルみたいなのがもうおるなぁとは思ったんです。で、そのカップも当然汚いそのヘルスセンターみたいなの来てんのよ。うわ、おるなぁ思って、ね、やってて、で、こっちも見たら、嘘、本当にって、こう、はい、嬉しいって聞こえてきたんです。何を言うとんねんと思って。こうびっくりしたんですけど、ちらって見たら、婚約指輪渡してた。ここでサンタ来たかいただいてる、いい子はないやろ一生の思い出ですからね、何でやろ一番もって思い出の場所出た流れパッカー思い出の場所なんですか、これはちょっと忘れられない、ね、いやこれはまあまあ考えられないっていう言葉はね木村さんが作った僕が言葉やと思うほんま考えられないですよ、どんくさい後輩で、もう今はこの世界いないんですけど、15年ぐらい前ですかね、これ松本さんの家ですき焼きやらせてもらったことがあるんですよ、大阪の。それでもうどんくさいやつで何やらしてももう遅いし夜応援し、あの三角公園の坂上言うんですけど、もうやめたけどね、すき焼きしてて、そいつが隣に座ってて、で松本さんやら何人かおって、で坂上お前もう肉食えよって、まあいろいろ話してたんです。でこう僕がこの辺の鍋のこの辺のお肉をこう取ろうと手出したんです、はいはい、その時誰も手出してないんですよ、はいはいはい、坂上が、ここへ手出したんですよ、はい、何してんの何してんの、まあまあ、ありえへんよね、その時点でまあありえへんけどね、はい、何してんの思って、これどういうつもりやねんって思う次の瞬間肉すぐ取ってボタ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 熱いよ俺それ肉しか見てませんでしょ。考えられないですよ。考えられないです。
かしく考えられないいや確かに考えられないそいつほんでそっから辞めて芸人諦めて制作会社かなんか入ったんです。番組とかイベントの企画会社入ってでなんか5年ぐらいして課長になってなんか出世して家族もできて子供養えるようになりましたみたいな噂を聞いてたんですよ。ほんならちょうど今から5年ぐらい前に10年ぶりぐらいですよ、電話かかって急に携帯の留守電入ってるんですよ。今まで留守電聞いたらすいません助けてください、どうしても困ってることがありまして、言って電話あるから、あこれイベントかなんかこれタレントとかまあナイターかなんかでなんか急遽俺にお願いするのかなかなんか思って慌てて電話したんですよ。どうして坂上、すいません明日草野球なんですけどメンバーが足りなくて考えられんな。これボルネオ島って言ってすごいジャングルがあるところにロケ行った話なんですけど、もうすごいんです野生動物が、もう本当に野生のままオラウータンやらトカゲも日本ではもう見たことないような凶暴なトカゲとかいてて、そこもやっぱり虫がすごいんですよ。ほんでこっちのスタッフの AD が虫よけリングっていう、手にはめたらこれ虫よけになるんでっていうのを全員にこう配ったんです、手首にはめて。それでもこうそのディレクターの人がちょっと来いってその AD の子呼んで、はい、てめえ今虫よけリングに虫が止まったじゃねえかっていう、ぐらい日本での虫よけではもうレベルが違う虫、根性ある虫、根性ある虫がその上に本当に止まるような見たことない虫がおるところで、でそこは虫もすごいし、まあ、動物もすごいんですけど、昼が山の昼がすごいんです。で あの昼ってやっぱり痛かったら痛って気づいて血吸う前に取られてしまうから、痛みもなく大量の血を吸うんです、で僕がこう一応シャツで白いシャツでこうジャングルでこのゾウに会いに行くっていうまでこうカメラさんも別に構えないでこうそこまで歩いてたんです、ほんでパッと見たらここにこれぐらいの血だまりができてて、昼って知らなかったから俺の枝かなんか刺さったんです。でうわー大変ですって言ったら、どうしましたって、これ見てくださいって、痛みはないんです確かに、でもそのテンション上がって痛みないんじゃないかなって思ってたんですけど、あそれ昼ですわってカメラさんが言うたんですよ、あマジっすかって開けたら一匹昼がくっついて、そっから血が漏れてダーなってるんですよ。それ怖いじゃないですか、だからここ背中めくってちょっと背中にもついてないか見てくださいって言ったら、そのカメラさんがうわ3匹ついてますよって言われたから、ええー、ほんまですかって、撮って撮って撮って言ったら、カメラさんがはい言うて昼撮りよったんですよ。そんなわかるやん、プロ根性っていうか、まあカメラさんからして撮ってはいやでも TPO があるじゃんその時に芸人さんやから、その番組でないでしょワイプで昼入る番組なんだ相当寄ったんでしょうね、なんで寄ったんや思って僕親父がものすごい真面目な人で、あの板金塗装も40年ぐらいやってる、今で言うたらもうほんまに家でも頑固という感じで、間違ったことあったらバーンと平手打ちするという本当に真面目な親父で、で全然家族で旅行とか行ってくれなかったんですよ。で夏休みや言うてみんなはどっか行くどっか行く言うて、僕もやっぱ羨ましいから、いやお父さん俺もちょっと家族どっか連れてってくれいう話をして、いやあかんそんなあかんよっていうこと言われてたんですけども、あまりにも僕が言うから、分かったと、ほなこの夏家族で会社で旅行に行く、会社で社員旅行があるから、ほなお前も分かった、それついてくる来たらええやんかと、あやっと優しいことをやってくれたよなと思って、で行ったんですよ。ほな向こう海があって、でバーッと泳いだりして、わー楽しい一人ですけども、もうなんか海行ってることでテンション上がって、わーっとして楽しんかって、ほんでそれ夜も宴会になって、宴会で親父の隣でずっと飯とか食うて、ね、みんながどんちゃんどんちゃんやってんのを、あー楽しそうやなと思って、ほんでその宴会が一段落ついたら麻雀をしだしたんですよ。で親父が一つの趣味でやって麻雀をやってて、それも僕もまだテンション上がって寝れへんからずっと後ろで見てて、ほんと親父が真剣にやってた他の社員の方が、あれ
川島さん今日そういえば全然下ネタ言わないねって言い出してやってあれってなって他の、まあ、2人目ですがそうだなんか足りないと思った川島さん全然エロいこと言わないんだもん早くほら早くほらもう、ま、マンズが出てますマンズが親父が耳ばっかだってあんな真面目で親父が普段会社で何をやってんのまあスマップの中居君とね、まあ、ちょいちょい飲みに行くような仲なんですけど、大体行く時は連絡はこうショートメールでこうやり取りするんですよ。でなんかあの彼はね結構ね誤字脱字がそのショートメールも あるんやけど、まあまあ別に、まあ、読めんこともないから、まあ、別にいちいち本人にも言うたこともないんで、まあ、OKOK ってしてたんですけどね、はい、でちょっと前にあの、まあ、皆さんご存知でしょうけどちょっと中居君のお父さんがあの亡くなりましてその1ヶ月ぐらい前にたまたま一緒に飲んでて、はい、いや実は松本さんうちの親父がまあちょっとしんどい状態なんやと入院してるんやっていう話を聞いて、あそうかもしあのタイミングさえ合えば俺ちょっとあのお見舞い行こうかなって言ってたんですよ。え本当ですか。いや面識はないんですけど、はい、なんか永井君とお父さんの中で割と僕の会話あの話題も出てくるっていうんで、毎回あのちょっとお会いしときたいなというのもあって、でわ嬉しいですって言って、その後日もちょっとメールで、まあスケジュール、二人のスケジュール、病院の都合もあるし、いろいろやってたら、あ、この日っていうのがちょうどできたんで、はい、で、その日にしようかって言うてた夕方ぐらいに中居君からメールがまた入って、はい、今日はお願いします、ありがとうございます。それで、ちょっと相談なんですが、たまたまちょっとタモリさんにもこの話をしたら、タモリさんも俺も行こうかな、っておっしゃっていただいて、でなんか鶴瓶さんにもその話がいって、鶴瓶さんも俺も行こうかなっていうことになってて、こうメールですけどね。で、もしあれでしたら松本さんはどうですか、一人の方がいいですか、もう三人の方がいいですかねって彼なりに気使ってメールをくれたんですよ、はい、でまあそうかよう考えた、でも俺お父さん面識ないし、でももちろん意識ははっきりしてはんねんけど、もう言葉がねそんな喋れない状態やったんで、確かにまあそんな会ったことない人よりも、あの2人3人よりももうみんなでワイワイやった方がええかな、でも向こうの都合もあるしなと思って、あまあ俺ほんとどっちでもいいよ、永井君の都合に任すわってメール送ったんですよ、はい、その帰ってきたメールがもう本人悪気ないんでしょうけど、もう誤字がひどくて、あのありがとうございます、3人でお願いします、まず最初にタモリさんが来ます、少し遅れて鶴瓶が来ます、その後松本さんで、タモリさん松本さん鶴瓶の3人でお願いします、鶴瓶はちょっと遅れて帰ります、鶴瓶の呼び捨てひどいやろ大丈夫でしょうか、いや大丈夫やけど、内容は大丈夫やけど、ちょっとひどないかちょうどそこだけ抜けてますから、ちょうどそこだけ抜けてんのよ、行ったんですよ、ほんならタモリさんも来てあって、タモリさんはやっぱり大人ですよね、ちゃんとあのお見舞いのあれをちゃんと持ってきてて、で僕はねなんか昭和史みたいなあの写真集とね、なんかあのあえてちょっとなんか日活のポルノ写真集みたいなお父さんの面白があるかなって持って行って、ほんで鶴瓶さんはって言ったら手ぶらやったんで、あこいつやっぱり呼び捨てされてもしょうがない木村先輩とよくねあのご一緒させていただいて、まあ幾度となく考えられへんと、まあまあさっきも、はい、近くでこう聞いてるんですけどね、あのあれ 2,3 年前ですかね、もっと前ですね、あの温泉にね、木村と松本さんと3人で温泉行ったんですよ、ほんならその行く前の日に、当時まだ木村さんあの髪で長かったんで、ね、いつも自分で散髪してあったんですよ、でほんで昨日散髪したんですよ兄さんみたいな話をしてあって、パッて見たらもうここの襟足がもうギッツギザなんですよ、いやもう素人丸出しのね、ほんでもうギッツギザで、いや兄さんそれ後輩が言うのもあれですけど、それちょっとあまりにもちょっと格好悪すぎますよ、はいはい、ギザギザ でそうかなんて言いながら3人で飲んでたんですよ、いやキムそれはやっぱおかしいでみたいな話になって、まあ酔っ払ってるっていうのもあって、それ今から露天風呂でそろと、もうスキンヘッド、あ、今日お前スキンヘッド似合うんちゃうかみたいな話になって、あ、ほんまね似合うと思いますよって、まあ、言うてますから、まあ、キムリも、僕もなんかそんな気するんですよねみたいな。
ほんま3人ともベロベロやったもん、よし行こう行こう言って、はい、あの露天風呂行って、はい、ほんであの T 字カミソリをね、はい、置いてる、はい、安いやつ、はい、あれごっそー持ってきて、ほんでフロントでハサミだけ借りて、まず長いのバー切って、で一応あらかじめ短くして、はい、で松尾さんと俺 T 字持って2人でスキンヘッドにしたんですよ。ほらこれがいやほんまにね似合うんですよ、うん、まあ今ねもちろんあの坊主であれですから、似合うんですよ。ではええー、でもさっきのあの失敗してんのに全然ええで言って、よかったよかった言って、お次の日起きてえらい天気のええ日で、ちょっともうこの前あの東京帰るのもあれやからどこないかな言ったら、大磯ロングビーチがあって、ちょっと寄って帰ろう言ってね、で寄って帰ったんですよ。で寄って、ほんでまあまあこうはしゃいでたら、まあみんなね周りのカップルとかがね、ああまっちゃんだ、あキムリーだーみたいなことになってるんですよ。俺坊主ですから、スケートですからね、俺キムリもちょっと手に上がって、その水中メガネをこうつけるとほう、ね、ほんならそれがスケートやから滑ってつけられへんみたいな、まあ、そない大したことじゃないですよそれが、まあ、その陽気もあり、はいはい、ね、はい、カップルがもう爆笑なんですよ。めっちゃ笑うんだよ、うわー言うて、もう彼女の方なんてパラソル持って、うわちょっと可愛い子やったよね、余計テンション上がっても、そうなの。ほんでじゃあ、 あのビーチバレーでしょみたいな、ビーチボールボーンって取ったら、キムニーがわーって空振りして頭にボーンってなった、うわーってね、で遊んでて、うわ楽しいなー言うてたら、なんかさっきあんなにテンション高かったのに、もう顔面蒼白になって、ああもうちょっともう無理です、無理ですってなって、今まで髪の毛あった急にスケートして直射日光でもう大やけど真っ赤っかなんですよ。バッて見たら、やばいスリーさん言って、もうライチですよ。ほんまにほんまに、うん、なんか汁も出てきて、これはやばい、ほんでもうこれつけずね、これぐらいでも熱がガンガン感じるんですよ。これやばいっすやばいっす、もう帰りましょう言って、ほんでその大磯ロングビーチにだけ運転してもらおうと思って後輩呼んでたんですよ、うん、ね、ほんでそんなことで、もうでもお前道知らんから俺運転するって、キモニーが、うん、運転して、うん、ほんで助手席松本さん、うん、その後ろに後輩、うん、ほんでその松本さんの後ろに俺4人でこう走ってて、うん、キモニーがそのあんまりにも暑いから、そのタオルを濡らして冷やして、うん、これをこう乗せて、ほんで運転してるんですよ、うん、ほんで後輩に、おいこれはもう熱でタオルがすぐぬるくなると、だから信号3つぐらいでこれをひっくり返せと後ろから終わりました、お前ホンマやぞ言うて、終わりました言うて走り出したら大渋滞なんですよ。全然動かなかった車が。でも後輩は信号3つで切れるでやったんですよ。大渋滞、運転もすんでも動かへんっていうか、3つ言うたけど大体の覚悟ではあるやろ。はい、これはあの千原ジュニアの話なんですけど、あの千原ジュニアは僕より年下ですし後輩なんですけど、すごいあの芸人として僕すごい尊敬してまして、あのリスペクトしてるんですけど、今から10年前なんですけど、あのなんかジュニアのその当時の悩みっていうのが、なんかあの趣味がないと、俺は、あの芸人でこう野球好きなやつもいたり、サッカー好きなやつもいたり、こうゲーム好きなやつもいるけど、俺はそういう趣味がないと、で皆さんなんか趣味あるのって言うんで、まあ僕はまあプロレスとか総合格闘技好きなんで、あのそれこそ今週の日曜日、前田明さんがやってるリングスって団体見に行くけど、まあジュニア行くかって言ったら、あぜひ見たこと生で見たことがないんでって言って、まああの一緒にね有明の会場までこう車で行ったんですけど、まあ高安さんっていうこう前田さんと親しい人がいたんで、まあ高安さんが運転して僕助手席で、でジュニアがこう後ろでね僕らを楽しませてくれるんですけど、まあ前田明ってそんなすごいんすか、俺芝来ますよみたいなことを言うんですよ。とんがってたとこあるからね、なんですけど、まあ正直その3日ぐらい前にある番組で春一番さんにガチンコで柔道で負けてるんですよジュニアは。だから逆にこう振りが効いてすごい面白いわけですよ。前田芝居たんねんとか、まあまあ冗談で、あの
の社内はものすごいあの楽しく何言ってんだジュニアお前格闘王だぞと前田さんは、カリスマだぞなんて言いながら、まあ、会場ついて、まあ、関係者の入り口バー行きまして、さあ会場入りしようと思いましたら、でっかいごっついあの 4WD がガー来まして、紛れもなくあの前田明さんの車なんですよ、うわーって乗って、で前田さんに席用意していただいてたんで、じゃあ挨拶しようって、その高安さんという人と僕とジュニアでバーってあの前田さん降りるの待って、そしたらもう身長が190ぐらいあるんで、こんな感じなんですよ前田さん、うわすっごいなと思って、ただあのジュニアはジュニアで180ぐらいありますけど、あのその当時よくラバーソールをよく履いてたんで、目線が前田明さんとこう一緒だったの、うわすごいなと思って、でまあ僕あ前田さん今日見させていただきますって、であのジュニアを紹介したんですよ、でジュニアがあの吉本興業の千原ジュニぐらいで、前田さんが気合い入れろやドンって言ったんですよ、そしたらわーっと僕びっくりして、でそのまま前田さんバーッとこう会場入りしたんですね、俺ちょっと固まっちゃってうわーっと思って、あそうだジュニアと思ってパッと見たら、ラバーソールだけあるんですよここに、あれと思ってパッと見たら、ジュニアビビりすぎたんでしょうね、あの四つん這いで駐車場出ようとしてたんですよ、もうジュニアがちょっと涙ポロってちょっといじけてんですよ、ジュニア大丈夫だ、あれは前田さんなりの挨拶だから気にするなって言って、とりあえずラバーソール履こうってラバーソール履かせて会場入りして、こうやって見てましたら第3試合ぐらいでこうちょっとトイレ行ってきますって言ったんですよ、で全然戻ってこないんで、何ジュニア何やってんだよと、席ねあいつら失礼じゃないですか、なんで携帯に電話して、おいジュニアお前早く席戻ってこいって言ったら、うんさん今俺有明の駅電車で帰るって言ってメイン見ずに帰ってったんですよ前田明のパンツ半端やん、真剣にやってないやろ、いやもう八分やで、あれ八分、気持ち悪いですね、まあ、何年か前の話なんですけども、まあ、いたずら電話にものすごく困ってたんですよ、そのいたずら電話っていうのもその無言電話なんですね、であるいはの後輩と、まあ、喫茶店に行って、まあ、喋ってたんですよ、で電話が僕の電話が鳴りまして、で見たらもう知らん番号なんですね、もうまたちゃうかということで、もしもしって出たんですよ、でもし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 、何にも言わないです、無言電話なんですよ、腹立つわと、もうしょっちゅうもう悩まされてますから、おい聞いてんのか、何にも言わない、よし分かったと、ほな俺が今から質問するから、イエスの場合はプッシュ音一回押せと、ほなプッとなると、でノーの場合はプッシュ音2回寄せと、ね、言うたんですよ、な分かったんかって言ったら、プッてなった、乗っかってきた、乗っかってきたね、お前かしょっちゅう俺んとこかけてきてんのはって言ったら、プッてなる、ほんでこんなことしたらあかんの分かってるやろって言ったら、プッてなる、お前またこんなことやろう思ってんのか、って言ったら、プッブッと、あかんことやぞと、お前そんなこと言うて、どうせまたやってくんねやろ、プッブッと、いいえですよ、分かってくれたらええと、ほんなんもうかけてくんなよ、切ったんですよ、ほんで後輩とまたわー喋ってて、もうこんなんかなんな言うてたんですよ、で30分ぐらい経ったら、後輩の電話に見たことのない番号がかかってきたんですよ、ほんで僕ピーンと来て電話バーッ取り上げて、出て、お前さっきのやつやろ言ったら、プープーって、お前何を言えんと、お前やそこでも嘘つきよって、そうなんですよすごいな、そこでいいえんよと、おととしぐらいに、結構なご近所問題に巻き込まれまして、マンションに住んでたんですけど、その下の階に、まあ、その時は知らなかったんです、女の人が住んでたんですよ。で、あ
まず冬でも その人のベランダに風鈴がついてたんですね、うん、で風吹けば鳴るんですよ、チリンチリンって、うん、であれ気分的なもんで冬になったら直してほしいし、暖房入れててもその音が聞こえたらイライラするし寒いんですよね。そうだね。ほんでもうちょっと言いに行こうって思って下に降りて、うん、ピンポーンって言ったら、うん、はいって言って、うん、出てきたんが女の人で、すごいなんていうかもう髪黒髪で長い感じの暗い感じの人なんですよ、うん、後から聞いたなんか芸術の学生、学校行ってる、芸術を志してるみたいな感じで、で何ですかって言うから、あすいません、風鈴ちょっと気になるんで冬になったら直してもらえないですかねって言ったら、もうなんていうかもういきなり風の声を聞きなさいって言ってくる。うわあ、ほんでこれはそっちの感じの人やって思って、ああもういいですって言ったら返してくれないです。ドア閉めよう思ったら向こうが足入れて、あなた風の声聞いたことあります、みたいな話になるんですよ。でもいやいやと思って帰ったんです。で一応大家さんには連絡したんです。ちょっと風鈴だけ直してくれないですかね。でそれも直されずで、でクリスマスが来たらマンションの外に電飾が知らん間についてるんですよ。その下の階の真下の階の女の人がクリスマスでトナカイからサンタが降りてと煙突に入るみたいなこう薄い電飾を貼り付けてるんです。でそれが大掛かりすぎて、うん、上のトナカイの角は僕の窓なんすもん。僕の窓からトナカイの角が出て、それが夜通し緑と赤の実家があるんすよ。見られへん。うち見られへんし、ペットを飼ってたんで、もうウサギ持ったし、袋持ったし、普段聞いたことない声でも夜中走り回るの、それがおかしなって。で、それを言いに行ったんです。またピンポンって言って、これあかんわって言ったら。ほんならまたなんかそのクリスマスは祝いなさいよ、みたいな。なんかそこ、それ普通やんけ、お前なんか思いながら。何それなんか。うん、普通やんけ。で、大家さんに連絡して。で、それもなくならず、結局我慢して。で、大家さんもやっぱり言わないっていうか、言ってるんですけどね、って言って。ほんでもう、ずっとそういう、駆け引きというかやり合いがあって、洗濯物落ちてきましたよとか向こうから文句言うてくることがあって、である日天井、向こうの天井ですよね、僕の床が夜中2時ぐらいドリルの音するんですよ。こう電動ドリルのウィーンっていうなんかをつけてるのか知らないですけど、でずっと聞いてたんですけど、どう考えてもこれ近いんですよね。でこれ怖いわ思って、ドンドンドンってやったら向こう下からウィンウィンウィンってやるんですよ。でそこが僕狭い部屋って寝室っていうか寝てたんで、怖いと夜中どこまであいつ本気で来るか分からへんし、感動する。で僕うつ伏せに寝る癖があるんで、死活問題やって思ってね、夜中うーんってなるかもしれん、あーってなるかもしれん思って、端っこにも部屋の端っこにずれて仰向けに寝るのが続いたんです、うん、ほんでそれも言いに行っても今度も出てこないんです、うん、である日突然ピンポンって来て覗いたらその人なんです、うん、ほんで何ですかって声からチェーン外そうと開けたら、結婚しすることになりましたって言って、なんかぬいぐるみみたいなのポンって掘り込むんです、うん、普通のぬいぐるみです。何にも普通の新品でもない、なんや自分の大事なもんみたいなぬいぐるみで、もうこんな怖いと思って、ああでももうお別れやから、まあまあすいませんね、いろいろ迷惑かけてこっちも言い過ぎましてって言って、いや別にそんなのはいいですみたいな感じで出て行ったんです。でもその仕事やったんでマンション降りたら引っ越しのトラックが止まってたんです、はい、でまあその人の引っ越しの荷物やったんですけど、何気なくトラックの荷台って開いてたり、で乗せる前のもの置いてるじゃないですか、そこにブチブチに包まれてるんですけど、はっきりと僕の粘土のちょっと何それ彫刻で蛇が巻きついてシャーって僕に鳴ってる彫刻みたいな、わかんない、その芸術で仕返ししてきたんですよ、芸術で仕返ししてきたんですよ、アートで。でまたそれ持って行ってるんですよ、アートですか、アートの仕返しです、すごいでしょこれ、アートで引っ越ししてアートで引っ越ししてアートで仕返ししてこれでも
ですか。ですよこれは。いやいやいや、よっぽどやで、それ恨んでるんですかね。今でも持ってるかもしれないけどね、それ持ってるし。でもそんななんか刺さってるとかじゃないんですよ。蛇がとりあえず威嚇して僕を威嚇。そこまで言ってもちょっと好きなんじゃん。そうどうなんですかね。ぬいぐるみは何にもないです。うん、捨てましたけど、一応怖いんで。投げただけ？それは。そう、あの、チェーン外して隙間からこう、ブイって入れてこう。スッとはいかないですよ。持ってますよ。のかも。ちょっと愛情表現おかしい。いやそれもほんまの話やから、星ちゃんに言うたって知らないんだけど、その人に言いたいのは、ぬいぐるみのくだりはいらんやろ。毎年正月に、八丈島に後輩たちといつも、旅行に行くんですよね。まあ、東京都なんです、八丈島ってすごい近いし、行くとね、なんか島の若者たちもすごいよくしてくれて、草野球の相手してくれたりとか、なんか温泉連れてってくれたりとか、極めつけね、とある人の家の2階の座敷で20人ぐらいで宴会をこうやってくれたりするんですよ。あの島の料理とか出してくれて、ですごい楽しいんで、その年もその島の若者10人ぐらいと僕の後輩たちで飲んでたら、その年なんかスーツを着た、なんかバッチつけた人が一人来て、え、誰ですかって言ったら、その八丈島町会議員みたいな方がわざわざスーツ着てバッチ着てなんか挨拶に来てくれたんですよ。で、この度毎年来てくださってるということでご挨拶に来ましたって言って、あ、じゃあ一緒にもしよろしたら飲みましょうみたいな感じで、その議員と若者と後輩でワンワン飲んでたんですよね。で、その議員が、渡部さんどうですか八丈島って言うんで、いや、すごく素敵な島だと思いますよって言ったら、その議員が、じゃあね、八丈島がすごい素敵な島ってことは、どっかテレビとかで言っていただけると島も盛り上がりますんでみたいなことを言ったら、その島の若者たちが、いや、ちょっと待ってと、議員、渡部さんプライベートで来てんだから、そんなお願いしちゃダメだって、仕事じゃないんだからさ、みたいなことを結構ワンワン言ってくれたんですよ。あ、なんかちょっと頼もしいなと思って、また飲んでたんですよね。そしたら議員が、どうですかこの島の焼酎はって言うから、いや、すごく美味しいですよ、うん、じゃあもしよろしければね、島の焼酎は美味しいっていうのは、ブログに書いていただけるとしたら、また若者、ちょっと待てと、いい加減にしろよと、議員、渡部さんプライベートで来てんだから、そんなこと言ったら渡部さん来なくなっちゃうよ、島に、いいのそれでも言ったら、ことワンワン言ってくれるんですよ。だ、まあ、それまた収まって、でも結構そのたびに継がれて、議員も飲め飲め言われて、議員 もうベロッベロになって、はい、渡部さん温泉はどうですかみたいな、はい、当然温泉もいいですよさもしよろしければねって言った瞬間、もう両サイドの若者に脇ガッてもう抱えられて、はい、もう帰ろう議員、もうダメだ、またお願いするでしょみたいな感じで、もう連れ去られちゃったんですよ、議員が。でさすがにちょっとあれだなと思って、ご挨拶だけしようと思って、あの議員、今日はありがとうございましたって言ったら、議員もベロッベロで俺の顔見て、ああ、なんとかこの芸能人を利用できねえかなってはっきり言ってました。はっきり、そんなはっきり言うと思った。で、両サイドの若者に投げ飛ばされた。はっきり言いましたね、心の声、あんなはっきり言ったすがすがしいよ、すがすがしいですね。八丈島だと思ってね、思うがあまりですから。ドイツに、ドイツ、ドイツ、まあ、ロケに行ったんですよ。で、めったにないことなんですけど、たまにスタッフさんが現地の人ってパターンがあるんですよ。はいはいはい、で、その時はドイツに行った時は、カメラマンの人がドイツ人の方なんですね。もう本当日本語は通じないぐらいの感じ、完全なるドイツの人で、まあ、ディレクターさんとかコーディネーターさんは日本人の人だったんですけど、まあ、それで、まあ、ロケやりましょうってなりました。打ち合わせもそこそこに、まあ、始まりまして。で、ドイツの その空港を出て、ね、まあ、空港出て一発目だったんで、私、その、トゥースとやりたいなと思いまして、うん、扉が、まあ、カメラマン、ドイツ人のカメラマンさんが空港の外でこう待ってるんですよ、自動ドアのところで。で、私がこう、出た瞬間に、トゥースってやったんですよ。うん、そしたらドイツ人のカメラマンさんがカメラ上に向けたんですよ。上を撮れって言って、トゥースって意味が分かんないから、トゥースったらまあバッつって、カット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 って言って。まあそうか、思うか。思います。知らないんだよ。この夏とお正月とかに、こうね、たまに、はい、後輩とかと旅行に行くんですけど、はい、まあやっぱりそんだけこうたくさん芸人いますと、こうかなり、天然なね、やつがいまして、これ皆さんあまりご存知ないと思うんですけど、ドリアンズっていうコンビの堤っていうのが
がいるんですよ、うん、これがですね、普段なんかまあお酒なんか飲んでても一番後輩の時が多いんで、はい、で、お酒を例えば焼酎の水割りを僕作りますってこう作ってくれるんですけど、はい、毎回そのグラスのもう一番上持って、うん、はいって渡しおるんですよ、うん、ね、ほんで、いや俺ちょっと細かいかもわからんけど、あの口をつけるとこやからもうちょっと下の方持ってくれへんかと、ああなるほど、ね、いやそれはほんまもう言う通りです、ほんますいませんそれは、気ぃつけますみたいな感じなんですよ、はいはい、ほんでまあ僕のグラスが空いてんのパッて見て、ああ兄さん作ります言って、うん、もうこれ見よがしにグワーって思う、ああ下の方焦がして作れます、はいはい、言って作ってくれるんですけど、渡す時にこうやって渡しますそれなんでなんと、はい、でついこの間もバーで飲んでて、はい、いや兄さん聞いてくださいよ言って、おつまみに出てきた芋けんぴに火つけようとしてる、はい、お前マジかと、お前のここの感覚どんなんやな、感覚いいっすよあれっていうやつがいまして、はい、ほんで今年のお正月ですけど、はい、九州旅行行ったんですけど、はい、結果から言うと、はい、2泊3日の旅行で、はいはい、レンタカーを2台ぶっ潰したんですよ、その包みっていうのが、うん、でまず1台目は一番怖いなんで、僕運転しますって、レンタカーバー運転しててガソリン入れますって入れガソリンスタンド入ったんですけど、これが運悪くセルフのスタンドやったんですよ、こういうの包みをじゃあ入れてきますって、入れてくれてんなー言うて、入りましたじゃあ行きましょうって部分走ってたら、ドッ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 ドンって言って、うんともすんともやらなかった、ほんで何やこれ言って、ほんで結果その軽油車にガソリン満タン入れてるんですよ、はいはい、でもそれレンタカー屋さんに僕は軽油車っていうのを聞いてないです、うん、レンタカー屋が悪いって言い出して、うん、まあでもほんま聞いてないねったら悪いわな、ね、まあとりあえずじゃあ電話しようとレンタカー屋さんに、ほんでいやこっちはあの聞いてない、いや絶対に言ってますと、うん、レンタカー屋さんは、はい、いやいや聞いてませんそんなこと言って、いやいや言ってると思うんですけれども、うん、いや聞いてませんね、分かりました、じゃあ100歩譲って言ってなかったとしましょうと、うん、とりあえずあの給油口を見ていただいていいですかと、でバーッと開けたらそこに赤い字で、絶対軽油以外はあの入れないでくださいってもデカデカと書かれてるんですよ、もう絶対これ100万こっちが悪いって、そんなに入ったら100万ある、100万ある、そうですね、これ弁償1台しまして、ほんで次の日、はい、僕らまあお風呂入ってちょっと出てきたところに駐車場があって、じゃあ車回してきますって堤が言って、で僕らを待ってる、僕らを見てるんですよ、うん、で僕らを見てるからここの看板が全く目に入ってないんですよ、うん、ほんでそれでゴリ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 ってなって、うわーってテンパってもって、またバックでさらにゴリ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 ボーカーなって、これで2台もうアウトですよ、ほんでその日の夜にみんなでご飯食べながら、お前なんであんなことなんねんと、せっかく楽しい旅行来てなんであんなことなんねんって、その包みもほんますいませんすいません言うてるんですけど、このすいませんの頭下げるのを利用してここのポテトサラダをパクって食べる、弁護士でね、人の想像力ってこれそれぞれ違うねやなという話なんですけど、去年さんまさんのとのメールのやり取りの話なんですけど、ほうほうほう、毎年ここでフジテレビで27時間で夜中に中居君とさんま中居の今夜はね、はい、眠れないで、さんまのラブメイト10であれ毎年構成でお手伝いさせていただいてる、俺去年終わった後楽屋でお邪魔してお疲れ様でしたってプロデューサーさんとかいらっしゃる中で、まあタバコとか携帯置いてはって、おもろかったなー言ってはるんですよ、ほんでさんまさん意外とタバコのケースとかライターとか携帯とかにスパンコールじゃないわ、ラインストーンみたいなの貼ってあるね、ドクロとかいっぱいやってはって、でこれはキモいな、後輩とかがもう似合わへん言うねや、サム兄さんそんなもう普通でもおってくれないもう嫌です言うね、かめへんやんな別に、いやまあいいんじゃないですか言うて、いやもうあれすんなこれすんなうるさいねん、どんなイメージか知らんねんけど、で俺も一回な胸のとこにな入れ墨入れよう思ってんねや、タトゥーをな入れよう思ってんね、どんなん入れよう思ったんですか、あもうな笑い有事や、あなるほど、いやもうこれやっぱ俺笑いしかないやろ、あそりゃそうっすねって、でも入れたあかんって後輩言うねん、わ今兄さん入れたっていうか西見出てきた言うたらええんちゃいますか、おお
いただきやー言ってそう言ってそうか俺ぐらいになったら出てくんねや言ったらええねやお前ら出てんの俺もほら出てる出てるって帰りはったんですよ、はあ、あよかった機嫌が帰りはった思って、次の年もまた同じようにまた、うん、お手伝いさせていただいて、うん、その年はご挨拶できなかったんです楽屋に行けなくて、うん、でそのままも出られたということでああしもたな思いながら次の日のお昼にメールしまして、うん、昨日すいませんご挨拶できませんでしたお疲れ様でした、あ昨日 もう大変笑わせていただきました、あところで笑いという字がそろそろ出てきたんじゃないですかってこう見たんですよ去年の音、はい、でももう多分寝てやるかなと思ったんですけど27時間やった後の真っ昼間なんで即帰ってきまして、お疲れ出てきてる竹冠がえ書き順で出てくんのあ一瞬分かる竹冠笑いの竹冠か箱かもわからないし答えかもわからないしドキドキしてる場合ないですよ全体出てこんと箱出てきたやめちゃう何で後輩たちに言っていいもんやろ、はい、嘘が出てこない小学校の時の話なんですけど、うん、まあクラスで結構目立って存在だったんですね。だからいろいろ自分が率先して班長をやったりだとか、はい、あとまあ学級会の司会やったりだとか、うん、でまあ体も結構まあ太って大きかったんで力も強かったんで、まあ結構まあ一目置かれてたというか、はい、まあクラスの代表みたいな感じだったんですよ。うん、で小学その6年の時に生徒会の会長の選挙があると。はい、で6年生全クラス代表一人出して生徒会長の選挙をしますとなりまして。6年1組だったんですけど6年1組の代表として、まあ、自分が出ますと自分からこう手を挙げて立候補したんですよクラスの代表としてで、まあ、出ることになりまして他のクラス2組とか3組の、まあ、3組しかなかったんですけど2組3組の人たちは先生とこの打ち合わせをして、まあ、選挙演説するんですけどその選挙演説の言葉を考えるんですね、うん、で1ヶ月ぐらいこうなんだかんだ打ち合わせしてその日に臨むんですけど私はなんか分かんないですけど自信がありまして、うん、考えないでいけると、うんね、あの春日ですよみたいなこと言ってるんですよ多分当時も今は当時あんま変わらないんですよ全然いけば本当にお前大丈夫かいやいやねそのみんなの前で話すことは慣れてますと、うん、クラスでいろいろ仕切ったりしてますし、うんまあ、当日も、まあ、選挙演説なんかもうアドリブでいけますよぐらいのこと言ってるんですよ、うん、じゃあ分かったとじゃあやってみろって言って、まあ、その当日を迎えるんですね、うん、で、まあ、その日はもうすごく気合入ってましてもう服装も白いシャツもラルフローレンのシャツ着て蝶ネクタイして半ズボンにサスペンダーつけてもう清掃をして臨んでいくわけですよ。で家にいた妹にもお前、まあ、妹同じ学校で2つ下なんですけど見てるんでねとその時間は妹にもお前今日ちゃんと見とけと、うん、お兄ちゃんは今日生徒会長になるぞと言ってもうバーンと言って家を出て、はいはい、でまあ放課後その選挙演説の時間になるんですよ。体育館に全校生徒1年生か6年生が集められまして、はい、でその前で演説するんですけど、まあ、壇上に6年1組なんで最初にこう出てって話をするんですね、うん、で袖から出てバッてこの全校生徒見たら600人ぐらいいるんですけど、はい、ものすごい圧なんですよ、うん、小学6年生にしては、うん、600人の前で何か喋るなど、まあ、ないじゃないですか、うん、今でも緊張しますけど600人の前だと、うん、したらもうその瞬間にもう何も浮かばないんですよね。でもう真っ白になっちゃってもう膝もガラガラって震えてもうちょっとザワザワザワみたいになってるんですよ。でもう怖くなっちゃって焦って号泣しちゃったんですよその瞬間に泣いたら担任の先生がバーッと走って出てきて肩抱いてそのまま吐けた。蝶ネクタイの蝶ネクタイの半ズボンの小太りの少年が何やったんやと思うよね。でパッとその生徒の方を見たらたまたま妹と目が合いまして妹も号泣してお兄ちゃんと悲惨な何が起こったか分からないよ。でも他の人にしたらさ、出てきてないで連れて行かれて、受けさせられて落ちましたね。